まあ前回のあらすじ少しだけなんですけども、アルクノアの作戦は徹底したものだった。その中で自暴自棄な行動を取るミラは、自分が自分の世界で赤ん坊のジュードを殺していたと知りショックを受ける。俺にはかける言葉が見つからないと。はい、ということで、中央ホールのところまで来ました。多分この先でイベントが起こると思います。ふースーハースーハー、行くか。入るよ。近づいてはいけません。首相、余計な発言はお控えを。リドーさん、なんであなたが。マックスウェルの召喚を手伝ってやろうって言うのに、そんなことするな。外角リード。マックスウェルの召喚。我が社にはその術式があるんだ。当たりにしよう。三流だな。クランスピア社がマックスウェルを最初に召喚した人間クルスニクが起こした組織だ。条件はやかましい。まず必要なのは生体か。決まった。で、隠し味は池に。ミラ！リドだ！ミラ！リド！素直になれ、ジュード・マックス。会いたいだろう、愛しのマックスウェル様。これ止めてよ。大人気だね、偽物。偽物じゃないし、ミラはミラだよ。あっそう。どっちも助けるよ。離して。このままじゃ諦めちゃダメ、ミラー。お前は諦めろ。ごめん、あなたが作ってあげて。嫌な女。やっとお出ましだね、ミラ・マクスウェル。その剣を貸してもらえるか。ありがとう。
させてもらおう。ああそう、大精霊って寝起き悪いんだ。面白くな、面白くなんかないよ。バカジュード、アルミン、笑って笑えなくしてやろうぜ。なんてこと。やらせない。最高なっでは払われてはしない。メイリースピンガー反撃だ。働くといいものはエコシュカードアイチリンクチャージゼロ、リンククリアーゼロ、ライトマッシュエクスバスター、ブレイクゲートカウンター、セイソーラバッシュライトラン、あやみそれは、うん、強いな、ミラマックス。ファンになってしまいそうだよ。その勢いでミチルで集め、よろしく頼むよ。それ、逃げられるフラグだぜ。
ありがとう、クランスピア社のエージェントね。ミラ、自分勝手を話したんだけどね、分子ミラ。でもな、ねえルドガー、ミラは？もういない、どこにも。現れたか。ミラ、探したのよ、ずっと。すまない、心配をかけたようだな。みんなにも。全然だよ、信じてたから。またお会いできてよかった。心配なんかしてない。エルが心配なのは違うミラだし。こっちしかないでしょ。ミラ、スープ作ってくれるって言ったのに。何があったのだ。うん、そんなことが。事情は分かりました。マルシア首相、彼女、ミラさんのおかげで無事に条約の調印が行えるのですね。ガイア聖火、ローエン閣下、この度は危ないところをお助けいただき感謝いたします。ご無事で何よりです。早速ですが、この場でリーゼマクシアとエレンピオス二国間の友好条約調印をお願いできますでしょうか。今ここで。エレンピオスの政府高官には反対派も多いと聞いていますが。ご心配なく、この事件を機に反対派に攻勢をかけます。アルクノアとつながる者も多いでしょうし、証拠がなければでっち上げてでも。今のは聞かなかったことに。もちろんオフレコのつもりですけど、この発言をどう使うかはお任せしますわ。よろしいのですか。借りを作るのは嫌いなのですよ。それに綺麗事ばかりの相手は信じられないでしょ。これは一本取られました。反撃を楽しみにしていますわ、良きライバルとして。二国代表の署名、確かに。やっと壁を一つ越えました。紙一枚分の壁ですけれど。厄介なのは人の心の壁です。シェルよりはるかに。目指す道はまだ遠い。当然だろう。俺も恐れ、不安、後悔に苛まれるただの人間だ。お前と同じようにな。あなたにもお世話になりました。これはささやかですが感謝の気持ちです。買収ではなくてよ。ミラ、
早速だが。わかった。事態を説明しよう。ミラって言わないでよ。エル、聞きたくない。さ、さっきのガイアスの選択肢あったじゃないですか。なんか歩き出さなきゃいけないみたいな感じのやつか、あのガイアスでも不安になるのって2つあったと思うんですけど、選択肢見た瞬間に、まあ、それでも歩き出さなきゃ、なんか前向いて歩き出さなきゃいけないんじゃないかっていうのを選ぶんだろうなって思ったんだけど、手はおのずとガイアスでも不安になるのみたいな、そっちの方を選んでて、でなんでかっていうと不安しかないんですよこの先。なんかね、このエクシリア2で出てきたメンバー、ルドガーとかエルとか分子ミラとかお兄ちゃんとか、なんか2のキャラだけがなんか悲しい運命になるんじゃないかって気がしちゃってね。なんかルドガーたち主役だけど、どっちが主役か分かんなくなってきちゃったこのゲーム。うん、なんだろうね、私は彼らが悲しい運命になるのはあんまり見たくないっていうかさ。難しいね。なんか感動の材料にされたくないっていうか、なんか安易に死とか悲しい運命に彼らを巻き込んで、それを感動物語にしてほしくないっていうか、そういう思いがなんか出てきちゃったな。やっぱりそれそういう風に思うぐらい、この2で出てきたメンバーが好きなんだろうね私。だからそういう風に思うんだろうなって。ちょっとごめんなさい、脱線しました、戻ろう。正直国の危機よりきついよな。うん、そうだね。エルの気持ちはよくわかる。そんな彼女だからこそ、もう一人の私はミラー。やっぱりあの子もミラだったわね。でもどっちも助けるって卓はなかったからね。うん、だから選択は間違ってなかったと思う。でも2のキャラばかりが悲劇に見舞われるのはちょっと、いや私あのこの時点での予測だよ、あくまで。なんかこのさ、前作のメンバーも誰かしら犠牲になるんじゃないかなって私は思ってたんだけど、なんか今のところないよね。どうなんでしょうねこの先ね。エル追いかけてやれ。はい、選択には常に犠牲が伴う、分かっていますが、ない その犠牲がさ、今のところさ、この2のキャラクターばかりなんだよね。ほらルドガーもさ、結構なんかお友達から縁切られたりとかさ、結構なんかいろんなものを犠牲にして今ここまで来てるわけですよ彼も。ね、借金も背負わされてさ、お兄ちゃんもいなくなっちゃってさ、唯一の肉親。エル探すか、どっちに行ったの。あ、だいぶ遠くまで行ったのねあの子。ダメでしょ。一緒にね生存できればよかったんだけどね。でも政治世界に同じものは存在できないから。いやー、でも分子ミラはレイズで幸せになるからよ、スマホ版の。来るからね、プレイアブルでレイズで幸せにするわ私が。ルドガー、
して、どうしてミラを助けてくれなかったの？ごめん、ごめん。ミラが望んだんだよ、スープも作ってやってくれって。自分が消えちゃうのに、そんなの変だよ。ミラはお前を守りたかったのだ。なんでそんなの？わかるのだ。違うミラだが、同じミラ・マクスウェルだから。彼女を犠牲にしたことは言い訳しない。エル、私はお前に誓う。もう一人のミラの生を無駄にしないと。ミラー、やっぱこっちのミラも好きだな。私、難しいこと言わないでよ。では少し言い方を変えよう。私はお前と一緒にカナンの地へ行く。私のなすことを見届けてほしい。ただごとではないな。カナンの地で何が起こっている？魂の浄化に限界が来ている。マジですか？私は時空の狭間で見た。分子世界が増えすぎたのだ。カナンの地は全時空で唯一魂を循環させている場所。増殖した分子世界の魂、浄化すべき負が全部カナンの地に流れ込んでいるのね。全ての分子世界を消さねば、遠からず浄化は破綻するだろう。分子世界のせいで魂のエネルギーは拡散し、負は濃縮されているということですか？やれやれ、どっちか一方でも世界の破滅っぽいのに。浄化が破綻するとどうなっちゃうの？負から発生する猛毒、正気が溢れ出すだろう。大精霊オリジンは何とかしてくれないんですか？多分その価値が人間にあるかどうか試すのがオリジンの審判なのでしょうね。つまりカナンの地にたどり着き、審判に合格してみせるしかないわけだな。そして大精霊オリジンに願うのだ。全ての分子世界を消滅させてくれって。障害となっていたマクスウェルの壁の消滅を確認しました。クランスピア社はリドーに何を命じたんですか？え？リドー室長が何か？とにかく最後の道しるべがある分子世界へ行けるようになったんだよな。はい、ただし現在時空の狭間がかなり不安定になっています。侵入可能なレベルに落ち着くまで少し時間がかかるかと。準備が整いましたら連絡いたします。借金返済来るな。勝手なことばかり。おそらく私のせいだ。私が解放したシェルのマナを使って強引に実体化した影響だろう。ウルスカーラがないからそうするしかなかったのよね。これは下法。貴重な猶予のマナを消費して実体化を維持しているのだ。じゃあそう長くこの世界にとどまるわけにはいかない。やっほー、恒例の取り立てコールだよ。ルドガ君、最近調子どうかね？金だけにまあまあねなんつってレリ空気読もう。みんな、なんかあった？L1 の選択肢、私ちょっと選べないな。だけっていうのがちょっとできないな。言えないわ。そしてですね。それならいいけど。最速指示が来てるから、よろしくね。はい。いい機会です。連絡を待つ間に最後の探索の準備をしっかり整えましょう。マクスウェルのミラ、
ミラ、きっとまた会えるって思ってました。私もだよ、エリゼ。変わらず元気そうで何より。私まだその気分にはなれんわ。でもミラかっこよかった。やっぱ静止ミラもいいね。カナンの地に急がねば。魂浄化の限界は近い。ミラ、無理しないで。クロノスと戦った上に長らく時空の狭間に飛ばされていたのでしょう。私が無理をするなと言われて聞くとでも。それは無理だね。その通りだ。この程度でひるむわけにはいかない。もう一人の私、そしてエルと約束したのだから。どうなの。ああ、ずっと見ていた。あ、そうなんだ。どうやって時空の狭間に飛ばされていたのでしょう。そうだ、次第の力で静止世界に戻ろうとしたが果たせなかった。ミラさんが静止世界に出てしまったから。時空の狭間は元素も存在しない無の空間。私は次第の力で身を守り漂うしかなかった。そんな仮死状態の私の夢にもう一人のミラやルドガーたちの様子が届いたのだ。へえ。そう、まるで皆と共に旅をしているように。なんでそんなことが。理由は不明だ。だが彼女の葛藤と願いは確かに伝わった、うん、ルドガ、みんなどうか私、うん、いやミラ・マクスウェルに力を貸してほしい。はい。やめろと言われたって聞かないよ。どうぞ存分に。じゃあ今回ここまでですかね。皆さんどう思いました、今回のパートね。いろいろ考えとかあると思うんですけれども、私はなんかまだ1のメンバーのように精神ミラーが戻ってきて手放しで喜べる精神状態にはまだなれません。なれないね。どうなんだろうね。じゃあちょっと私借金返済ターンが来たところ、あ、ちょっとなんかチャットが発生するみたいだから特定の場所で、ちょっとそれだけ見て終わるか。じゃあまずはトリグラフで発生するみたいだ。そこで見るわ。もうロスだよ、分子ミラロス。あ、人間臭いやつ好きだからな。お、これこれ、エルと王様。ミラ、どうして。うん、エル元気がないな。エルね、王様、聞いてもいい？王様の仕事って何をするの？そうだな、一言で言えば民のために己を捨てることだ。じゃあ王様はエルを助けるために死んだりする？お前に限らず、特定の者のために命を捨てることはできない。それは俺が責任を負わねばならない他の民への裏切りになってしまうからだ。そうだよね。だが俺が命を懸けることで大切なものを救えるのなら迷わずそれをする。死なないって言ったのに意味わかんないよ。つまりお前のミラがやったのと同じことだ。エルのミラが。そうだ、俺の知るミラも同じことをするだろうがな。エルはそれが苦しいんだけど、失った悲しみを守られた誇りに変えればいい。自分を守ってくれた命には意味があったとお前の生き方で証明するのだ。そうだね、難しいけど。いいこと言うね。ちょっと分かった気もする、うん、ありがとう王様。うん、私も立ち直らないといけない。ガイアスの言葉で。王様に悩み聞いてもらっちゃった。さすがですわガイアス。相談されて王様迷惑だったかな。迷惑だろ俺。そう、絶対こっちでしょだよね、うん、王様、子供の相談なのに
一生懸命答えてくれた。絵本とかの王様は悪い人が多いけど、ガイアスはいい王様だよね。うん、うん、このミラの精神ミラの発言とこのガイアスの発言で私の心も救われそうだわ、ちょっと。うん、なんかこうなんだ、みんなちゃんと分子ミラのことも大切にしてたんだよっていうのが分かるだけでも嬉しいですね。あ、次ハミルです。ここでチャットが出ると思う。お、あ、よし来た、エリゼの歌。ハミルですね。ハミルだね。だね。ハミルの歌思いついちゃった。お、パレンジおいし、あの山ナポロおいし、カノモリ。かわいい。街は今もめぐりて、忘れがたきこの村。かわいい。いい歌できた。ミリオン狙えるかも。お、CD 出してます。かわいいな。今のは何？エリーゼの趣味かな。あ、こういうのはね、いろいろこの村にあったんですよ、彼女。ちょっとしておきましょう。そうね、思春期の女の子にはいろいろあるものね。いやいや、エリーゼは前にこの村で暮らしてたことがあるんだよ、うん、閉じ込められてたって言った方が合ってるか。そうだね。まあ、危ない村なのね。ややこしい理由があったんだが、歌にできるまで吹っ切れたんだな。うん、いいよ、アルビンとエリーゼ。もう5年後に来たい、この2人は。もうあと、じゃあこれで最後、エルファン。エルファンの変化。この町も変わったな。開放的というのか、以前のような抑圧された雰囲気を感じない。抑圧、ミラにはそんな風に見えてたんだ。町だけではないぞ、ジュードもだ。ジュードくん卒業したみたいですよ、タリムイ学校。僕？ちゃんと。そりゃ言えてるな。ジュードはお堅いんだもの。もっと開放的になればいいのに。いいね、俺もそれ賛成。ちょっと、アルビまで。うん、だが柔道は出会った頃よりだいぶ柔軟に。柔軟とかじゃないんだよな、もっと心の奥の衝動ってもんをさらけ出さなきゃ本当に解放したとは言えない。そうよね。ご明察。そうね、アルビンとミュゼって変なところで気が合うんだね。二人ともひょひょとしてるからな。微笑ましくていいじゃないか。うん、これも一つの変化だな。だな。よし、ということで、じゃあ長くなったが今回はここまでです。じゃあ次回はね、借金返済ターンに入るので、またキャラエピソードも発生していることですし、そちらをやっていこうと思います。はい、ではご視聴いただきありがとうございました。